東京東銀座の歌舞伎座を建て替える工事が完了し併設されるオフィスビルの歌舞伎座タワーで26日工事の完成を祝う竣工式が行われました竣工式は劇場を見下ろすタワーの最上階となる29階で開かれ人間国宝の坂田藤十郎さんら歌舞伎俳優をはじめ 建て替え事業を進めてきた松竹などの関係者が参列しました歌舞伎座は1889年に開場して以来関東大震災や第二次世界大戦の戦火に遭いながら改築や建て替えを重ねてきましたその歌舞伎の伝統である歌舞伎座が最新の技術と安全性を備えた劇場として再建されましたことは 私ども歌舞伎役者にとりまして誠に嬉しいかつ誇らしいことでございます歌舞伎座の真新しい舞台に間もなく立つことができる私ども役者胸が高鳴ってまいりますご一緒にいたします歌舞伎役者さんはもとよりお囃子の皆さんや竹本さんそれに たくさんの裏方さんと協力して、この劇場にふさわしい立派な舞台をお目にかけないといけない、そう決心いたしております、新しい歌舞伎座の歴史を作っていきたい、今から、今から全員が生き込んでおります。4月2日からのこけら落とし公演を前に、新しい歌舞伎の殿堂に期待するムードが高まってきました。